Thank you.
プルーしか分からん、僕は覚えられない毎週金曜日はジャズナイトと称しまして、ジャズのライブをお届けします。それではまずアートブレイキー&ジャズメッセンジャーズのナンバーからモーニングお届けします。
って言ったら語力がないので同じトークをするんですけども、大体20年間いまして、なんかちょっと以前、ね、ブルージャイアンツがねやられてたそうですね。結構ねあの話に近い状況だったんですが、まあヨーロッパは行ってないんですけども、ニューヨークで相当やり込んできてて、まあニューヨークブルーノートコトンクラブとか、まあで多分今回の11月の大統領選でバイデン大統領からトランプさんにもし変わった場合は、多分ホワイトハウスに呼ばれて演奏が始まって、ちょっと変わることになると言っても、ここは休むわけじゃないんですけど、さて、そんな、まあ、つまらない自慢話をした後は、黒いオルフェをお送りします。ブラックオルフェ。
しました。さて最近ですね、私時出た時に出たっていうか暗号通貨を2年前ほどに実はこそっと買ってたんですよね。まあ、たまたまなんか話題だったので、まあ、買ってみようかなと思って3200円ほど買っといたんです。でこれが今の大統領選の影響でなんと、6800円ぐらいになって、いわゆるもう2倍以上についたっていう、まあ、まあ2倍といっても、まあ、3000なんですけど、まさか の、 驚きで、まあ、いわゆるこれって仮想通貨も今値段が上がってるのは大統領選の影響だって言われてて、でまあ、何を喋ってるかって言ったら、なんかそんなことを言ってみたらどうなるかなと思ったら全然喋れないっていうそんなことやったことない人が喋ってるから全く説得力もない話で笑いになっているだけで、すいません身内を受けてもしょうがないですね。じゃあ次はジャスシャドウオブヨスマイルをお届けします。Thank you.
秋じゃないのに枯れ葉かい、もう春じゃないかと言われる意見も、まあ、ご存知の方はねいらっしゃるんですが、まあ、アメリカの音楽やってますので、アメリカに準じて、まあ、日本ですけど、ここね、アメリカっていうのはですね、不思議なもんで、季節に関係ない曲、かっこいいからやっちゃえっていうところがいっぱいございますよ。さあ、そんな中でお届けしましょう、オータムリーズ。Thank you.
付き合いありがとうございます。お届けしたナンバーの方はでございます。さあ続いてのお届けのナンバーの方は、私がニューヨークにいた時に所属したバンドデューク・エイトン楽団のナンバーからお届けしましょう。かわいこちゃん、サテンの北お嬢さん、サテンの
バンドデューク・エリントン楽団に所属して、まあ、いろいろと回っておりましたが、さてその関係で日本では有名なねオリエンタルランドの中のディズニーシー、このねビッグ&ビート、ここでねリッチ・ドーメア・シンクとエリントンナンバーをいろいろとやってた時期があります。今は知らないですね。オープンの時に私は呼ばれて、監修に入りました。その中のナンバーを1曲をお届けしましょう。 It's Domeo Sings。50年代の東京という映像が出てくるんですが、私は師匠が2人いましてですね、アメリカのバリー・ハリスと日本の三浦進という師匠がいまして、三浦進は美空ひばりさんとかひばりちゃんとかね、まあ、あといろんな人ね、まあ、そんな方を教えてる、弟子にしてたんですが、1950年の有楽町のあたりの動画を見た時に、あ、なんと日劇が映ってると。日劇と言われても多分わからないと思うんですが、最近だとゴジラマイナス版でゴジラがダーンと有楽町動いてくるんで、その時に潰される劇場が日劇で、1957年のゴジラ、白黒のゴジラの時はなんとあの日劇かといってうちの師匠も出てたという、円谷さんの仲良かったので、まあ私もちょっといろんな形で参加させてもらった何かもあるんですが、何か、あ、そうだ、全然トークと関係ない曲を取り上げます。バラードのミス。
JR 東日本に行ったのかな、マイフェイバルシンクス、あ、行っちゃった曲名全然、ね、そうだ京都へ行こうって言ってから言うつもりだったのに、ではマイフェイバルシンクスお送りします。
Thank you.